頼もしかったですよ。うん、はい。ね。使われて。るといいね。あの、いや、もちろん麦田。あの、可愛い,いし大好きなんですけど、あん中ね。<laughs> いやいや、嬉しいですね。ありがとうございます、はい。もうそれだけ素晴らしいキャラクターですからね。麦田はね、本当に。このあたりもね。皆さん気になっていると思うんですけれども、今回。どこまで？そうですね。あの、そうですね。あの、ま。 僕は麦田大好きなんでやっぱ麦田ー期に見てこうぜひこう恋が成就してほしいなって思うんですけどまあ客観的にやっぱりこの作品を見ると、まあ、皆さんも薄々思ってるかもしれないんですけど、まあ、なかなか叶わぬ恋じゃないですかそのだって明子さんには良一さんがいるから。でまあだ難しいなとは思ってたんですよ。でも、まあ、続編が例えば あと10個ぐらいあって10年ぐらい続編が続いたらもしかしたらこう何かこうチャンスがあるかもと思ってたんですけどそんな時にファイナルってことできたんでめちゃくちゃもうそれだけで失恋モードで台本を読み出したんですよこう来たかとなるほどちょっと報われた気持ちになりましたぜひ楽しみに見てください。